こんにちは、ラビアンローズです。バラは梅雨の水分と肥料をたくさん吸って1年で一番成長する時期に入りました。強風で、枝が折れないように必ず誘引しましょう。今日は6月の花後のお手入れをお話ししたいと思います。1,2,3,4,5,6,7 7つの葉っぱに見えるので7枚葉、1,2,3,4,5 5枚の葉っぱに見えるので5枚葉と、人が剪定の説明で分かりやすいようにそう読んでるだけです。これは、もみじの切れ込みと同じ意味です。これ全体で1つの1枚葉です。人が剪定を教えるときに 1,2,3,4,5,6,7 7枚葉と呼んでます。剪定で教えやすいように1,2,3,4,5 5枚葉と呼んでるだけです。これ一つで1枚の葉です。バラは、梅雨の水分を吸ってメタボになります。夏の猛暑で、ダイエットして、枝に縦の亀裂が入ります。花後に与えるのがお礼肥、そろそろ花が終わりそうという開花中に与えるのがおひねり肥です。おひねり肥はお礼肥よりも肥料が早く効くのでバラの体力回復が早まります。剪定が終わるとご覧のように葉のついてる方向に芽が芽吹いてきますので、目の向く方向は葉の方向にコントロールしてください。